します。どうぞ。イエI'm not afraid to die.
役です。よろしくお願いします。皆さん文化祭楽しんでますか？僕めちゃめちゃ楽しいです今。気持ち悪い。文化祭も確かにいいと思うんですけど、明日もうちょっと有名な行事ありますよね。イエイ。何か分かると思いますよね。そうです、ハロウィンです。はい。ハロウィンって言ったらね、やっぱりハロウィンって元だといえば秋の収穫祭が元になってるらしいんですよ。ということで2曲目、秋っぽい曲ちょっと持ってきたんで、皆さんもっと楽しんでいきましょう。イエーイ。それとハロウィンといえばトリコアトリートといえばお菓子もらえるっていう、なんかよくわからない習慣ありますよね。ということで僕もなんかちょっと皆さんになんかちょっとなんかやりたいなーってちょっと考えて抱えたんですよ。そして皆さんに素敵なプレゼントあげようと思います。イエーイ。楽しみにしておいてください。やっぱきっとそのためにはやっぱほらあれなんですよ。まあそうですよね、まあ、やっぱそのためにはやっぱあれじゃない、やっぱプレゼントを受けるためにやっぱり対価が必要だと思います。やっぱり言い方たち悪い。そうです。なんで皆さんちょっと立ってもらっていいですか？イエーイ。ありがとうございます。お願いします。年配の方とかちょっと知ってる方は使って私が言いたいことがあるので大丈夫なんで。ありがとうございます。そのほうがもらいやすいんですよ。これね、僕ね、下手くそなんで手前にしか投げれないんですよ。だからもっと前に。あ、もうこれヒントですよ、これヒントですよ。投げるってことがありますよ、皆さんも。投げるってことがあるからもう。まあ、分からなくなったから。じゃあ、それじゃあ。いや、もうちょっと、もうちょっと来れると思うな、後ろの人とか。後ろの人、じゃあ、もっと。もうちょっと来れると思うな。あと1メートル前へ来てください、お願いします。1メートル前へ。もうちょっと来てほしいですね。お願いしていいですか、皆さん。もうちょっと、もうちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。これで皆さんのプレゼント、平等に分けれそうな気がします。それでは、聞いてください。
ありがとうございます。イエーイ。ということで、同じくあと1曲で最後になってしまいます。嬉しい感じですね。でもまだまだあと1曲って結構長いんですよ、これが。皆さん、僕に大和魂見せてくれますか。日本人大和魂。ありがとうございます。先ほど皆さんに刀を配しましたよね。皆さん持ってますか。持ってない人も持ってる人も皆さん、僕の最後に僕の真似をして、この多目的室焼け野原に変えて行ってください。お願いします。それでは最後の曲を聴いてください。せっかく Yeah, yeah.
Thank you.